すでに動いているのは地元勢2番の今井聡、7番の鈴木裕次郎を連れて静岡勢へと接近で残り2周回、今井と長谷部前取りに、さあこだわる5番の長谷部翔を突っ張りましたが、その間に6番の増田仁が後ろ岡山勢を連れて一気の発進、先行体制に入ります。6番の増田仁先頭、そして巻き返して6番手から踏む2番の今井聡、増田を叩いて、さあ2番の今井が主導権を奪うのかどうか。ホームストレッチは113キロもがき合いですが、2番の今井聡が制しました。水槽はぴったりと7番の鈴木雄一郎、地元勢が主導権、3番手中段に6番の増田仁、そして6番手に引きました5番の長谷部翔は今日は2コーナーまくりを放します。合わせるようにして6番の増田仁、さあ今井をもう一度捉える6番の増田、最終バック地元勢苦しい展開になった。増田仁、土井沙央に5番の長谷部翔が接近して、さあ前の3人の攻防は増田仁か増田仁か増田仁か、ゴールイン、わずかに増田仁。